キスシーンのある恋愛ドラマを撮影した俳優と女優は、本気の恋に落ちるのか。がテーマのアベマオリジナル恋愛番組シリーズ第10作、恋愛ドラマな恋がしたい in ニューヨーク、以下、ドラ恋 in ニューヨーク、毎週日曜夜10時から11時、アベマスペシャルチャンネルが佳境を迎えている。5本中4本のドラマ撮影が終わり、残るは1本。テレビや映画で活躍する実力派キャスト陣が、ハイレベルなオーディションを繰り広げる、以下、作品のネタバレがあります。シリーズ初の海外ロケ、全編ニューヨークで撮影。若手俳優が毎話キスシーンのある恋愛ドラマの撮影をしながら、気持ちがどう動いたかを追いかける同番組。今回はシリーズ10作品目を記念し、鈴木治が各話異なるアーティストの楽曲からインスピレーションを得て脚本を書き下ろし、シリーズ史上初の海外、アメリカニューヨーク全編ロケで撮影が行われている。出演陣は、今後さらなる活躍が期待される実力派の若手俳優8名。女性陣が吉本美優、美優、小島リリア、リリア、立石遥か、遥か、そして富子クレア。男性陣は小野翔平、翔平、高橋ひろと、ひろと高橋の、こう、は正しくは、はしごこう、福山翔大、翔大、正木れいや、れいや、の4人だ。吉本美優、国民的美少女、最新劇中、美優、こと吉本は2012年に、全日本国民的美少女コンテスト、でグランプリを受賞し芸能界デビュー。その後、大河ドラマ、軍師官兵衛、2014年、や連続テレビ小説、外姉ちゃん、2016年、共に NHK 総合ほか、表参道高校合唱部、2015年、CBSK、など、ドラマ、映画を中心に活躍し、芸歴10年になる。バル、第2話撮影時には、自身のプライベートでの悩みも相まって苦しい涙を流したリリア。確かな演技力と豊富な経験を武器に、最後のドラマの主演を狙う。正木れいや、話題の大河ドラマ、鎌倉殿の13人。出演、第1話でいきなりリリアと共に主演を勝ち取った、れいや、こと正木も、俳優としてのキャリアは長い。2009年に、ジュノンスーパーボーイコンテスト、で審査員特別賞を受賞し芸能界入りを果たすと、数々のドラマや映画に出演してきた。バル、主な出演作には、ドラマ、高校入試、フジテレビ系、今日から俺は、日本テレビ系、映画、ライチ、光クラブ、文化少年、舞台、恐るべき子供たち、2019年、パンドラの鐘、2021年、など人気作が並ぶ。2022年の大河ドラマ、鎌倉殿の13人、NHK 総合ほか、では梶原景末を演じた、ドラ恋 in ニューヨーク、では、初めてのオーディションでペアになったリリアとなかなか目を合わせて会話することができずリリアを不安にさせる場面もあったが、役にいれば別人のようにまっすぐな瞳を向け、プロの演技者らしさを覗かせた。